が各地で展開されております。沖縄現地住民や本土からやってきた仲間たちによって風間基地ゲート、現場基地ゲートでも波状的に展開されております。まず高い状況について報告します。7月11日参院選挙で沖縄選挙区の宮井雄一氏が推薦反対基地撤去を当選にして現職閣僚の島尾愛子を大差で破った翌日、東山高井区に沖縄県警機動隊が投入され、その日ほどもと米軍国防訓練場を基地内にオスプレイパッド工事強行のための建設用機械機材置き場、工事関係者及び作業員宿舎会議室等の工事強行拠点が19日間という間に作られました。7月19日、南北直線距離でわずか105キロしかないちっぽけな沖縄本島、その中でさらにちっぽけな東村高井区に沖縄県警機動隊と本土すなわち日本各県からの500人規模の機動隊が投入されました。県道70号での検問をはじめ、北部訓練場基地のメインゲートをひっきりなしに出入りする機動隊かまぼこ車両、防衛局車両、物際のロボットのごとき無数の機動隊員による警戒と規制、主戦場の N1 ゲート前剣道場でも同様な光景が展開され、まるで戒厳令下の治安出動の様相で一帯が制圧される中、私たち抵抗市民は昼夜機動隊と対峙することになりました。21日は N1 ゲート前剣道に支援者の車165台を並べて機動隊車両、チェッカー車の侵入阻止を図り、250人もの多くの支援者が夜を徹して22日早朝に臨み、午前6時を皮切りの強制排除に対して激しい攻防がなされましたが、9時40分、従来から何年もゲートを封鎖していた2台の我が後方車両に機動隊の排除が及びました。その車両屋根には仲間たちが陣取りました。すでに手に手が決まった中での抵抗となり、多数の負傷者が予想されたため、八代秀司さんの判断で一旦直接決行動が停止することになりました。ゲートはこじ開けられ、防衛局と機動隊が配置され、施工が排除される中、工事はこれから本格的になります。これからは県道をやりとらが日々なしに往来し、工事区を出入りすることになります。工事措置の戦いは新たな段階に入ったことになります。頭数と知恵と主体性が必要な戦いになります。皆様、できる方は高いに参集願います。現状は N1 ゲート、N1 村ゲート、GH 地区侵入の村道交差点が防衛局と機動隊配置によって封鎖・検問され、工事が強行されています。双方に救急車で病院に搬送されたけが人が5人出ましたが、現在は皆元気です。今日も活動が続いています。皆さんご存知の北上さんのブログ、中さんの沖縄日記や水戸沼俊さんのブログ、海鳴りの島からをぜひ配置していただきたいと思います。さて、常にアメリカ国家の意思を選択する安倍政権政治は、沖縄をすなわち県民を中佐とする自国民排除の政治です。安倍政権政治はちっぽけな沖縄民主運動を最大限に恐れ、時に浮き出してむやみな暴力政治を振るっています。このやり方自体、安倍政権政治の弱さの表れであって、今回の選挙は彼らの負けを表しています。辺野古の工事を一時中断に追い込まれたことへの払い続き作動がまたまた発せられています。女性支持に対する権利を不作為の理由に挙げての権利確認訴訟、辺野古陸上工事物件に対する工事強行策と北部訓練場を引っ張り着陸工事強行などの沖縄県知事や県民に対する分断格差の3面同時攻略です。これらは沖縄が日本からいかにして離脱すべきかの歴史的事件となるでしょう。そして本土国民に
基本的の大切さと自立を促すことになっています。大丈夫、シュガーレディがあるから。ここ数年の辺野古に基地基地を作らせないことが条件となった衆議院選挙をはじめとする県知事選挙、名護市選挙、長選挙、県議会選挙、そして直近の参院選挙の全てにおいて勝利し、沖縄の民意は何とかなく示されてきました。特に直近においては沖縄県議会の改編対撤退決議、 6.19 県民大会での改編対撤退が大会決議され、反基地撤去の争点がいよいよはっきりする中で2敗の道を擁立した参院選挙に勝利しました。にもかかわらず安倍政権政治は沖縄民意を基地が死亡に沖縄に襲いかかってきました。結果が全てであると豪語し、結果を出す政策においては補給するほど国葬はあり、結果が出ればプロセスは空振りして数の暴力で無情側のごとく民意を引き潰していく、個人の尊厳を歌う民主主義の破壊である。と同時に地方自治の形骸化、国家主義とつながるいつか北道の災害です。だが辺野古高台をめぐるこの事態は内回りにとっては何よりもまず明治日本政府の1874年以来の有給調整併合を画策、諸文館松田地域を廃止したいわゆる1879年有給処分、すなわち首里城を官権軍隊警察で襲った武力併合を想起させます。沖縄を共同法とする植民地拡大主義は沖縄の文化を通して天皇制下に置き、やがて歴史上最も悲惨な沖縄地上戦を見ることになりました。今日本政府は日米防衛協力ガイドラインを担保する安保戦争法制のもと集団的自衛権を容認し、米軍指揮下に入る米軍の指示のもと戦争できる国になりつつあり、再び有機ネットが日本国家を守るステージとして、日米の国益を守るステージとして軍事要塞化されつつあります。そのために140万沖縄県民の民意は政権から無視された。政府が向いているのは沖縄県外の1億数千万の本土国民であり、負担軽減は政府の努力として正当化され、国民に納得され、厳粛民主主義がまかり通ります。国土のわずか 0.6% の時に 74% もの米軍基地を集中しているにもかかわらず、基地の豊富な財源もスクラップアンドビルドの負担軽減と言い通り、国内施設を押し付ける、県内施設を押し付ける、すなわち本土で政治問題化されるリスクを避けるための沖縄利用です。国務訓練場は佐賀本営によって負担軽減としてほぼ4000ヘクタールの土地返還が決まっておりますが、これは残余の部分に新たに6個の普通離着陸隊を新設するものです。従来国務訓練場における日々の離着陸は2000数百回でしたが、オスプレイパッドができると4600数回になって、回数一度は2倍になります。単純な算術計算ですが、訓練場域内での密度は4倍の負担増大になるのです。さらに域内ではオスプレイを含む数種の軍事ヘリの平行飛行、低空飛行やアクロバット飛行訓練がなされます。もはや人が住める環境ではなくなるでしょう。ましてや生物たちは大変です。そして訓練場内に4つのダムを持ち、水が出ないでもあるやんばるは沖縄本島中南部に6割以上の生活水、飲料水を供給しているのです。だが訓練機の排熱による山火事、水薬や地上訓練による汚染等による水の安全は少しも保障されていないのです。沖縄本島住民の生活与奪権を米軍、日本政府、日米政府に預けているようなものです。平和に暮らすには北部訓練場の撤去しかありません。米軍自衛隊の訓練メニューは辺野古北部訓練場、新島を含む北部やんばる一帯になるでしょう。絶対に許せるものではありません。基本的人権を守るには基地撤去しかありません。かくして沖縄では安倍政権政治と国民の自慢によって現在の琉球処分が進行しつつあるのです。戦後米軍占領を起点とする行動的沖縄を試すところではない、まさに現在琉球処分の再来です。その先にはアジアリバランスを鼓舞するアメリカとその海外国日本による戦争への道が開いているのです。
私たちは歴史を鏡として、特に近代の歴史を学習し、現代を貫く時間をしっかりと見つめなければならない。沖縄で起きていることは、明日の日本を見通すものではあります。今、私たちは分水嶺に立っています。沖縄現地も、本土も、手を携えて、共に頑張りましょう。締めの言葉になります。私たちは負けません。なぜなら、勝つまで戦うからです。共に頑張りましょう。共に生きよう、仲間たち。以上です。ありがとうございました。栄連絡会の高井の中さんからでした。戦いの状況、本当に厳しい状況、よく分かると思いますが、ここで、皆さん、質問すいません。寒波のお願いをさせていただきたいと思います。毎週木曜夜8時。皆さん、こんにちは。寒波の呼びかけを進めてください。今、緑の袋を持って、散歩する人が、この、水色の深く巻きながら、回ります。なので、寒波をお願いします。で、今回の寒波は、今、緊迫している社会の現地への寒波になります。普段と同じ社会現地への寒波になりますので、ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします。皆さんの近くご自宅に、寒波を集める人が来たら、ぜひともご協力をお願いします。あと、一つも、こちらが一つご安全自治会関東ブロックでは、この度、高井の状況を鑑みて、実家を立ち上げました。なるべく、県でも情報であったり、関東で地域でどういう行動があるかというのもお知らせしていきたいと思いますので、ぜひとも情報共有のことをお願いいたします。で、直近の行動としては、7月25日に官邸前、首相官邸前で7月25日の18時半から、こういうことを行います。今、黄色とかピンクのチラシを配っていると思いますけども、そちらの方をぜひご覧ください。寒波、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。現地にたくさん人が集まっているんですが、水とか食料がちょっと足りないという話がありまして、そのための寒波に使われる予定です。それでは連帯発言に移っていきます。バウラスの方から、ぜひともお願いいたします。